はようございます、今日ちゃんとの方にね行きたいと思ってるんで、ちゃんとまでは、バイクでレンタルバイクをしてそれで行こうかなと思ってるんですけど、まあ、ちゃんと行く間にチャンタブリっていう町にもちょっと寄ってみたいんで、まあ自由に動けるバイクを借りようかなと思って、今レンタルバイク屋さんに向かってるところです。いや、教えてもらったところなんかビーチロードの方まで来ちゃったな。高いんじゃないかな、こっちの方大丈夫かな。はい、今ねバイクの方借りれたんですけど、結構ねすごいラッキーなことに大きなバイク借りれたんで、で1日本当は多分小さいバイクの方が1日レンタルして300バーツって言われたんですけど、小さいのでちょっと遠出すのはなと思ったんで、大きい方をちょっとレンタルしたいっていう風に言ったら、300バーツだとちょっとなんかどうしようかなっていう感じだったんですけど、まあそこは4日間借りるんで、まあご利用しで300バーツにしてもらったんですけど、まあ300バーツで4日間だと、1200バーツなんで、まあそこからまたさらに200バーツ負けてもらって1000バーツにしてもらいました。まあこのあたりはちょっとご利用していけばなんとかなるんじゃないかなと。まあこれだと 150cc なんで、まあ平均で100キロぐらいはずっと走れるかなと思ってこの大きいバイクにしてみました。空気圧の方がちょっと甘いみたいなんで、スタンドでちょっと補給しながら走っていくっていう感じになると思うんですけど、まあそんな形で行ってみたいと思います。はい、ガソリンの方を入れて、まあ、走り出して高速乗ろうとしたら、なんかバイクはよし、下道で行きたいと思います。なんかパタヤ方面の看板が出てたけど、すごい迷ってる。でも Google マップ見るとこのまま行けばなんかちょっと大きい道路に出そうなんで、このまま右の方に行きながら行こうかなと思います。よかった、いやよかった、 GoPro 動いてる。今このマクドナルドでちょっと休憩しようと思って、バイクから GoPro 取り外したら GoPro 手から落ちちゃって、なんとか動作確認取れたんでこのまま撮影できると。チャンタブリーとチャン島の方は一眼持ってかないで GoPro だけで撮影していこうと思うんで、まあ、これが壊れたらもう終わりなんですよね。とにかく動いてよかったですということで、今マクドナルドでちょっと休憩してたんですけど、まあそれと同時にで道路の方がかなり
悪路というか、まあいいところはいいんですけど、工事してるところなんかはもう土ぼこりとか、まあそういった排気ガスですごいんで、まあこういう PM2.5 対策のこういうマスクで、マスクの中にはあの鼻マスク結構使えて、バンコクとかパタヤも排気ガスすごいんですけど、まあこのあの鼻マスクつけてれば、まああまり鼻の手前でね、塵とかそういったものをね取ってくれるんで、でまあもちろんこう長袖の、まあ長ズボンではないけど、まあ肌をね全部隠していかないと、3時間4時間運転してると半袖半ズボンだともうほんと火ぶくれみたいになっちゃって、まああの昔あの20歳ぐらいの時にずっとカンボジアまでバイクで行ったことあるんですけど、その時半袖半ズボンで4時間ぐらい走ってたのかな。で体感温度としては風が当たってる分すごく暑さを感じないで、あの涼しい感じでツーリングできるんですけど、あの止まった途端もう痛いのなんのってもうすごいですよね。でその日はホテルに入って、まあ真っ裸で、あの氷で冷やしたり水風呂入ったりしてたんですけど、翌朝見てみるともう手とか足とかプロテクターをつけてるかのようにもう水ぶくれが腫れちゃって、で洋服とかも痛くて着れないんで、腰にタオル巻いてフロントに行って、あの水だけ大量にもらって、でもう食事とかももうなんだろう、脱水症状なのかな、よくわかんないですけど、もう気持ち悪くて食事できないんですよね。だからまあ食事2日ぐらい食べないでホテルで水だけでずっとクーラーかけて寝てたんですけど、まあそれで少し回復したんでまた旅を始めたんですけどね。でその時もちょっと病院行って軟膏とか薬をもらったっていう、本当ね入院した方がいいんじゃないかっていうぐらいひどい火傷だったんで、まあ今回は肌をね絶対出さないでツーリングしたいなと思って、今日は長袖長ズボン、長ズボンじゃないですけど肌は隠して、ツーリングしたいと思います。まだチャンタブリーまであと2時間ぐらいかかるのかな、そんぐらいの距離なんで、安全運転に努めて、行きたいと思います。はい、ようやくラヨン、だいぶローカルな感じがねしますね、景色的に。さっき竜巻に突入しちゃってすごかった、もうあなことにね、このレンタルバイク 150cc のくせってリミッター解除してないみたいなんで80キロしか出ないっていうね、ちょっとそのせいもあってまあ時間通りには行ってないなっていう感じなんですけど、残念すぎる。多分30分ぐらい走ったらチャンタブリーの方に着くと思うんですけど、そうですね、日が落ちないうちにチャンタブリーに着いてオールドタウンの方ちょっとね明るいうちに撮影したいなと思ってるんで、本当だったらもっとゆっくりね、なんかこの道沿いのなんかローカルなお店とかそういったものも入ってみたいなと思ったんですけど、まあちょっとチャンタブリーの方で早く撮影したいんでちょっと頑張って急いでます。タイでは、基本右折禁止が
多いんで、結構こういう信号なんかは注意してみないと、まあたまに右折できる交差点もあるんで、下手に止まってると後ろからクラクション鳴らされたり怒鳴られたりするんで、結構僕も全然慣れてないんだけど、もう辺りをキョロキョロしながら、そうですね、いけるかいけないのか、そういう判断はしてますね。ようやくキャンタブリの町に入る信号に来ました。でここ右折して入るんで、ちょっと前の車の挙動を見て一緒に曲がりたいと思います。はい、おいた、いけた。よし、これもうチャンタブリの街なのかな。